フーバー戦争、革命、平和研究所は、1919単に、フーバー研究所とも言う。同研究所は公式に、スタンフォード大学のユニットであり、同大学敷地内にあるが、研究の公共性、中立性を保つために、同大学とは別の独立した監査を受けており、同大学に付属する、研究、教育機関としての影響を受けない。 設立以来より2020年代の現代に至るまで、米国歴代政権御用達のシンクタンクとして大きな影響力を持つ。研究所の図書館では、フーバー大統領自身や第一次世界大戦、第二次世界大戦に関する大量の文書を保管している。フーバー研究所は保守とリバタリアニズムに大きな影響を及ぼしている。 研究所では長らく政治経験のある経験豊かな保守主義者にとっての学術の場となってきた。多くのフーバー研究所研究員はブッシュ政権などの共和党政権に参画していた。高官となったエドウィン・ミーズ、コンドリーザ、ライス、ジョージ・シュルツ、トーマス・ソエル、シェルビース・ティール、エイミー・ゼガートはすべてフーバー研究所の研究員である。アメリカ中央軍司令官を経験した。 米陸軍のジョン・アビゼードは、最近研究所で初めてアネンバーグ高等客員、研究員に任命された。研究所の使命に第二生態、私企業、平和、個人の自由、アメリカの制度の保護を主義として掲げている。フーバー研究所に関するスタンフォード大学理事会に、対するハーバート・フーバーの声明は、その思想を示し、活動を定義づけ続けている。この研究所は、 アメリカ合衆国憲法と権利法、大義政体の手法を支持しています。社会と経済療法の制度は、新種の基調と工夫をバネにする私企業の上に成り立っています。この国の制度は、地方政府や国民が自身のために政治的、社会的、経済的活動を行えない場合を除いて、連邦政府はその活動を行うべきではないという制度です。 当研究所としての使命は、その記録から戦争を行うことに対する経験選択権を思い起こし、この記録や出版物の研究により平和を構築し、維持する人類の努力を思い起こし、アメリカの生活の保護をアメリカのために続けることにあります。当研究所は単なる記録保管所ではありませんし、そうであってはなりません。しかしこの目的と目標とと,ともに研究所自体が平和、 個人の自由、アメリカの制度の保護に対する道を絶えず、精力的に示さなければなりません。フーバー研究所のウェブサイトによると、知識を集積し、思想を正規し、この両方を広めることにより研究所は、平和を守り保護し人類の状態を改善し個人の生活に政府の介入を制限することを求めている。スタンフォード大学、フーバー等、フーバー研究所は後に、 第31代アメリカ合衆国大統領になる、スタンフォード大学初代卒業生の一人、ハーバート・フーバーが設立した。第一次世界大戦後に、アメリカによる、欧州救済に尽力した。フーバーの明確な目的は、現に起きている、現代史の記録を収集することにあった。フーバーの協力者は、たびたび文書や希少な印刷物、特にナチスや共産主義者の支配する、 国のものを守るために命の危険にさらされた。ローザルクセンブルクやヨーゼフ・ゲッペルスの日記、パリのロシア秘密警察の記録を入手するのに成功した。必然的に有力者、フーバー、主催する大学の間で争いが起きたが、研究機関もフーバーの影響力によって設立された。1919 19年、フーバーは フーバー戦争コレクションとして知られることになる事業として第一次世界大戦に関連する第一級の収集資料を守るためスタンフォード大学に5万ドルを寄付した。個人の寄付により最大級の支援を受けてフーバー戦争コレクションは間もなく活躍の場を得た。1922年コレクションはフーバー戦争ライブラリーとして知られることになった。 フーバー戦争ライブラリーは一般の書家と分けられてスタンフォード図書館に保管された。1926年までにフーバー戦争ライブラリーは対戦を専門とした世界最大のライブラリーとして知られた。1929年までに140万点を数えスタンフォード図書館は手詰まりになってしまった。1938年戦争ライブラリーは スタンフォード図書館から独立した永続的な保管場所となるべく、フーバー島建設計画を明らかにした。島は、スタンフォード大学40周年にあたる1941年に完成した。1946年までに、フーバー戦争ライブラリーの活動は、研究活動を含むまでに拡大し、研究所では、フーバー戦争、革命、平和研究図書館と改名した。 この時、ハーバート・フーバーは、ニューヨーク市に住んでいたが、寄付者、寄付募集者、顧問として、フーバー研究図書館に必然的に関わり続けた。1956年、フーバー元大統領は、研究図書館の援助を受けて、シンクタンクや文書保管所として、当時の形式を研究所が実現できる、基金募集の一大キャンペーンを開始した。1957年、 フーバー研究図書館は現在まで続く、フーバー戦争、革命、平和研究所と改名した。1960年、W. グレン・ギャンベルが代表に任命され、実際に予算が増加することで間もなくして、入手図書と関連する研究事業の増大を招いた。1960年代の学生運動にもかかわらず、研究所は、スタンフォード大学との密接な関係を深め続けた。 特に中国とロシア関連の収集物が相当を増えた。研究所は特に1980年からワシントンと結びついた保守的なシンクタンクにますますなった。研究所は現在もスタンフォード大学の一部であり続けている。下記の一覧はフーバー研究所の現職とかつての代表や著名な研究者の一覧である。なお、大学に付属する教育機関ではないところ、 教授、助教授等の役職は存在しない。出展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 、フーバー研究所内の出版部、フーバー研究所出版部では、機関紙のフーバーダイジェスト、エデュケーションネクスト、チャイナリーダーシップモニター、ディファイニングアイデアズなどの公共政策に関する、論題を扱う多くの出版物を発行している。フーバー研究所では二0一年に、ヘリテージ財団から引き継いだ。 各月監視、ポリシーレビューも発行している。これに加えて、フーバー研究所出版部では、フーバー研究所研究員や研究所と密接な関係のある学者による本やエッセイを刊行している。下記のフーバー研究所の機動的な活動は、フーバー研究所研究員や他の学術機構の学者の両方から成り立っている。 研究所の機動的な活動は公共政策の具体的な分野での共同研究を促進している。フーバー研究所では事前財団法人などの財団法人から多くの資金提供を受けている。最近の資金提供者に次のものがある。ありがとうございます。